こんにちは、あるいはこんばんは、生体院ワンドです。はい、ということでね、今日僕のところに来た質問を、まあ、答えていこうかなということで、はい、お願いします。よろしいですか？はい、質問読んじゃっていいですか？読んじゃってください。院長こんばんは、ユアンドウェイの LINE 時の注意事項を改めて教えてほしいです。例えばメイクや髪の毛のセット等はバッチリ決めてくるべきがいい、来るべきがいいのか、全くいじらない方がいいのか、事前に食事は食べてきてもいいのかなど、院長が思う注意事項を教えていただければありがたいです。30代男性と。男性、まず女性が来るべきですね。ですなので却下だ、却下だというか、まあまあこれでも親切に、はい、親切って言えばね、いい人っぽく見られるんでねせっかくなんで、そうですね、レッドに答えてもらいましょう。任せてください。ユアンドウに来院時の注意事項、はい、特にまあこれから初めて来たいという人もいるかもしれないんで、はい、言ってやってください。気合い入れてくる確かにね、はい、確かにそうです。1でありましたね。1であります。なるほどね、はい、まあ、気合必要だよね、はい、何の時必要なの？まあでも何やる時でも施術の時でも大事ですよ。ああ、受ける側も気合が必要ってことは、はい、なるほど、ね、やる側も必要なんで、まあまあやる側もちろんですけど、はい、まあ、受ける側も必要ってこと。受ける側も必要です。なるほど。他にあります？まあ、いやらしい目を持ってくる。いやらしい目で見てほしい。そうです。お前がいやらしい目してるけど大丈夫？それはでも生まれつきなんでしょ。生まれつきか、そこそこ。なるほどね、はい、じゃあ今のはね、聞かなかったことにしてもらって。そうです。だってこれ男子もいいのね、いやらしい目で見てきて。うーん、まあ、まあ、悩むとこですね。でしょうが、はい、まあね、これね、まあ、髪型とかは特にそうなんだけど、ね、あの整髪料何にもつけてくれてない方がありがたいよね。まあそうですね、べっちょべっちょするんで、べちょべちょ。で女性だと特にあの編み込んでるとか、あ、別に普通のはいいの、骨盤矯正とか、そのこっから下やるのはいいんだけど、 GO とかやるときに編み込んでピンが入ってたりすると全部取ってもらうことになるんで、だって押せないもんね。そうですね、刺さっちゃう、まあ、刺さっちゃうそういうのはやめてもらいたいかなと。まああんまりこう基本的におすすめもしないんだけど、あのなんだっけ、あれエクステあんじゃん、髪の毛の、 あ、はいはい、あれついてると首がね、めっちゃ何百本って入れる人いるから。あ、そうなんですか。そうすると、ね、首がねおかしくなる人多いんだよね、エクステ重すぎて。あ、なるほど。ああいうのがあってもちょっとあんまり嬉しくないですね。でメイクはねしてきた方がいいんだけど、これはまあ女子だと思うけどね、そうしてきた方がいいんだけど直前で落とされるのが一番困る。あの滑んなくなるから、まあまあ、でファンデーションとか乳液みたいなの塗ってある方がこうちょっと滑りが良くなるんで、高額矯正やる場合は。ただあの高額矯正やらない人は別にあのメイク、フルメイクで来てもらってもいいです。で食事は事前に食べてきてもいいですけど、ちょっと押しただけでブワーってなる人はやめてくださいと間違いないです。そうですね、まあ、食後の直後に整体を受けようと思う方が間違ってると俺は思うんですね。まあ、そんぐらいですかね、はい、あとやっぱりこうさっきのレッドの気合じゃないけど、はい、遊び半分で来るんじゃないっていうね、これ大事でしょ。それも大事です。もうやっぱ本気出してもらわないと、はい、あ、なんかありますか、ボケは。ボケ急に雑な LINE 時の注意事項、 LINE 時の注意事項、うん、まあ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 、ないですか、ありますか、ね、なんすか、なんすか、 あります、もう一個あったって。まずあります。 あのこれはこれだけは絶対伝えてくださいっていうことがあって、はいはい、あの整形をされてる方、プチ整形であっても必ず伝えてくださいと。事前に。そう、それ何もなかった場合、言われてなかった場合に万が一それが崩れましたって言ったら僕ら一切責任取れないんで。そうですね。そう。ただ例えばあの二重の埋没とかやってますって言っても、じゃあ何年前にやりましたかっていうので、あの対応が変わってくるんですよ。なのでそういうのですね、整形、まああの一応問診票に書いてあるんだけど、その整形前に来てて整形後に通ったら問診票のそれなしじゃない、そう、はい、その項目が。そうです、ね、なんで、まあ、そういうのをやった場合は確実に必ず言ってください。言ってください。あとですね、まあ、注意事項、これまあ男性には関係ないですけど、まあ、女性の方、レッドは恋人募集中です。募集中です。これ一番大事な注意事項でしょ。そうですね、うわ、それだよ、そこそこ、まあ、慣れてないな動画に、まあ、まだそうですね、まあ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 、まあ、常に募集してます、常に募集します。まあ、あのレッドの、まあ、セールスポイントといえば胸板、胸板、お酸っぱいですからね酸っぱいみたいな嫌だなという感じなので、まあ、そこら辺注意してもらえればい
いいかなっていうところでございます。はい、よろしいですか。よろしいです。いいんですか、これから期待してなんか目標がなくて。期待してもう。ねえ、なんで言い返すんだよ。ということでした。ご視聴ありがとうございました。